こんばんは。今回は12月、去年ですね、2023年の12月にリリースされた東京戦国ダンジョンやっていきます。ゲームはね、放置系の RPG みたいですね。やっていきます。まずはガチャなのかな。チュートリアル、はい、挑戦か、 OK。 あ、こんな感じ。あれだな、ちょっと思ったの違う。あ、もうチュートリアル終わりなのかな、これ。あ、こんな感じね。やめとこう。CM 見たら、ガチャはできるってやつですね。広告見たら。ちょっと悪魔していい。じゃあダンジョンでいいのかな。いや、ちょっとこれあれだな。ちょっと完全にあれですね。手抜きだな、この感じ。ジャッジャッジャッジュな、ちょっとあの、昔のドラクエっぽい。あ、これだったら作りとしてはすごく簡単にできるね。あ、確かにグラフィックとか力、この絵とかは力入れてもいい。動きがないからね。だからもう数字だけで、こっちのキャラクターの攻撃力とか防御力とかの戦力と、この相手のこのフクロウみたいな敵の、まあ、NPC の水、ここに出てますね、戦力で計算してやってるだけですね。これだと多分作りとしては簡単かも。で、これどうするかだよね。この後ちょっとずっともうチュートリアル的なもの終わってるんだけど、これあれだな、広告見ないと。あ、ここか。なんでついてんだろう、このマーク。ね、広告見ました。戦力増えたのかな。あ、キャラクター2つなってる。あ、なるほど、ここに入って。あ、じゃあちょっともう一個広告見て、そこは飛ばすんですけど、ちょっと3人になるか見てみるか。これで3人目か。 OK。 あともう一回ちょっとガチャも、あ、10連か。あは、いいね。じゃあちょっとデッキ、あ、4人までみたいですね。これ、動かせないのかな？あら、どこでやるのこれ。パーティーか。ははははは。で、あ、パーティー、今こんだけってこと？かけ3っていうの同じの重ねてるってことかな？じゃあ、ちょっとこれで、どんどん進めていけるんじゃない？みたいなないのかな。キャラクターの戦闘はこれでどんどんっぽい。あとはチャレンジクエ、あ、なるほど。敵との戦闘力をゼロにするたびに敵のレベルが上がり、敵が強くなる。撃破したレベルに応じて多くの報酬を獲得できる。報酬獲得権は毎日昼の12時にリセットされる。1日1回まで動画広告を見て報酬獲得権をリセットできる。あ、やっぱり広告見なきゃなんですね。これで広告、あ、負けたってことか。レベル2で。なるほど、相手強かったんだね。なるほど。なんか自動でどんどんやっていくみたいですね。レベル1からスタートで。パーティーのここで、あ、強化みたいなのはないんだ。あ、ないね。レベル上げとかあるかと思ってたけど、ないっぽいっすね。ディレクトでやっていくしかないか。強化どうすんのかがちょっとわからんな。普通はキャラクターのレベルを上げていくんですよ、素材使って。でも、
これはガチャで重ね、これが多分、あ、そうか、見れないんだね。よく、これあれだよね、作りがちょっと、自分のデッキとか、多分、これが掛け3のやつだと思うんですよね。右から2番目の、パーティー、これ、ほら、掛け3。でもこれ、あ、見れる。けど、強化がないのよね。あ、レベル3になってる。ガチャで強くしていくのかな、かな。とりあえずじゃあしようかな。これ10この紫色の石使って、これで同じの重ねるってことなのかな。とデッキがどうなったかな。あ、パーティー、はい、デッキ変わったかな。ちょっと見てみるか。あ、変わってる。デッキ、あのさっきのかけさんがいなくなってる。強くなってたんじゃないかな。ガチャで強くしていくしかないっぽいかな、今んとこ。普通は攻撃力とか防御力とかがあって能力に、そこにこう振っていったりとか、素材使ってレベル上げるか、キャラクターのレベルを上げていく感じだけど、そういう感じがないな。ガチャで重ねて強くしていく感じ、今んとこ。まあ、この後解放されるかもしれないですけど、今んとこガチャ以外に強くする方法がちょっとわからないですね。で、戦闘はこれだ。放置じゃないな。放置って書いてあったけど、スピードこれ調整か。あ、4倍まであるな。でもこれタップしないといけないからな。放置じゃないんだよね。こうやってタップしないと、これがないと放置っていう感じでいけるけど、完全放置でもないな。っていうか放置っぽくない。あ、これ解放された。スタミナを消費してクエストに挑戦。スタミナは攻撃開始時に消費。挑戦できるクエストが毎日切り替わる。昼の12時、敵を撃破すると連続で次の敵との戦闘になる。ああ、なるほど。だから最大30体まで、あの自動でここはやってくれるんだ。撃破した敵の数に応じて多くの報酬が獲得できる。あ、これか。これがだから素材を使ってこの千姫っていうのを強くする。あ、こうか。 OKOK、 分かった。いい。あ、スタミナ、スタミナはないの。やると、ちょっと待って、スタミナこれでやった多分違う。あれ、スタミナ、分からない。負けたってことか。 OK、 これが報酬。あー、なるほど。で、攻撃、あの広告を見て体力回復なんで、今ゼロ、あ、ゼロか。 OK、 下ゼロですね。だからこれを見ると、広告見ると10回復っていうのかな。わかりました。ちょっとわかりにくいね、説明が。あの、ボイスがないから。これもどうしようかな。あ、プライリアルスっていうボイス、気になるんですけど、あ、こっちか。これが16ってことね。ちょっと作りが、あ、まだ2つある。古い感じをちょっと受けますね。まだある。これは広告見るってことね。ちょっと取れてなかったんですけど、そう、ここでこういう風に最初こう表示されてるんだけど、こっちですね、多分この下のやつがデッキだと思うんだね今。これを
これか、強化。これしかない。ああ。不足してんのか。ああ、なるほど。OK。素材不足みたい。あとはまあ通常このダンジョンどんどんやってって、で、解放されて、で、あと広告見てって感じかな。ちょっと作りが優しくないかもしれない。すごくこう簡単な作りじゃないですか。中でキャラクターを動かしてるわけじゃない、静止画状態で、もう戦闘力で自分のパーティーの戦闘力とこの NPC の今896って出てるけど、この戦力がどっちが上かで多分やってるんだって。ただそれが簡単だったらもうちょっとこう評価とかはもうちょっと分かりやすくしてほしかったな。あとこの並び替えのところ、そう、あ、解放されてる。遺跡クエストは特定の属性の仲間のみか。あ、属性で合わせて出るってことね。火とか風とか水とか。で、遺跡クエストで勝利すると太古の塊を獲得できる。ダイヤを50個消費して鑑定することができる。鑑定すると、超激レアポイントを獲得か。なるほど。属性でね、水とか、水か。あ、一人しかいない。ダメ。もう勝手に選んでくれるんだ。自動で。はい。あ、メタっぽい。落ちる。じゃあ、ダメだね。火はいいかも。光だったら光か。これで同じ属性でパーティー組んで、どんどん進めていけるとこまでやった。あ、ここで負けたっぽい。っていうイベントみたいですね、これが。なるほどね。どうかな、もうひとひねり欲しかったですかね。放置系のゲームって書いてるけど、ちょっとずっと放置しとくってことはできないっぽい。なんかずっと放置しとくことがちょっとできないので、もうひとひねり欲しかったかなと思いますね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。